はい、どうもみなさん、こちらのぼると申します。今日の動画はポケモンレジェンズアルセウスの、翡翠ゾロワの出現位置に関する動画となっております。ネタバレを大いに含んでいる可能性があるので、気になる方はあんまりブラウザバックをすることを推奨します。というわけでやっていくんですけど、まず出現する地域に関しては純白の凍土になります。まあ、自分まだストーリーはクリアしてないんですけど、おそらく一番最後のエリアになりますね。で、出現する位置がまずこの現在地の部分に向かってください。ここに向かうと、氷の大地に穴が開いている部分があるので、ここに入ってください。まずここに入ると、下にちょっとした空間が広がっているんで、この道なりに進んでいただきたいです。ちょっと待って、ウォーブルは操作しづらすぎる。まず普通に道なりに向かって、で、ここで右に曲がっていただきたいです。ここに右に曲がっていただいて、まっすぐ行くと、ここに翡翠ゾロワが現れます。これですね。レベルは大体、今もう自分手持ちに持ってるんですけど、30レベ前後ですね。28レベ。ワークアウト使ってくるんだ。ん、死んだ。まあここで出るんで、それさえ分かれば大丈夫。基本的にね、皆さん捕まえれるかなとは思うんですけど、戦い、あ、待って、戦い諦めちゃった。待って。あー、待って、逃げないで。あー、ゾロ出せない。キューちゃん。とりあえず捕まえたい。2匹目。うわ、すごい、なんかこの2人かわいい。切り裂いてきた。まあ、ここで手に入るので、ぜひね、皆さん、このゾロは、すごい人気高いと思うんで、ぜひ捕まえてストーリーで使ってあげてください。すごいかわいいんでね、この見た目。こうゾロワのままでいさせてあげたいぐらいかわいいんで。まあ、お役に立てれば幸いでございます。というわけで、また、この動画がまあ、ちょっとアルセウス最初の動画になってしまうのはちょっとあれなんですけど、ここまでの道の理由も実況にしているので、投稿すると思います。ぜひ見てくれたら嬉しいです。というわけで、さよなら。